さっき天の声さんから聞いたんだけどさ、天の声さんのお友達がね、かえちゃんっていうのがいて、かえちゃん？かえちゃん。かえちゃん。あれね、てんやザフタのメンバー知ってるって、天の声さんに聞いたんだって。違う、私に聞いたんじゃなくて、バンドをやってる人と友達がいて、そこのなんか飲み会みたいなところに行った時に、いろんなバンドの話になって、で、彼女がなんか「テンヤーズアフター」の話が出て、そしたらそのバンドをやってるメンバーの一人が「テンヤーズアフターはアルヴィン・リーが知らない名前をね知らない」って言ったら、その私の友達が「常識じゃん」って言って、それで引き続き私がいろいろこう「レオ・ライオンズ」とか「チック・チャーチル」とか「リクリー」って言ったら「そうだよ、これ常こ識れだよ」は、チョビゲいたよね。うん、いなかったっけ？テンヤーズアフターに。っていめっう、ちゃその、詳だしい人から、なのよ。常識っていうのがその人によって違うんですなよ。るほど。うん。普通、テンヤーズアフターのメンバーは、もうやっぱり、アルヴィン・リー以外知ってる人って多分、かなり好きな人とか、ちょっとマニアックな人だけど、そのね、人によると、常識じゃんって怒ってた。というわけでさ、じゃあ、俺たちの常識はどのレベルなんだっていうのをさ、ちょっと検証してみようと思って、クイズを出すから、みんながどれくらい答えられるか。出題する方もなかなか難しいから、出典をウィキペディアから、ウィキペディアに書いてあることでどの程度わかってるか。まあ、時々脱線して自分しか知らない知識があればそれも出題してくれて構わないけど、ちょっとやってみようかと思うんですよ。カンニングなしね。カニぐらし、あ、そうだよね。出題者がいいんだよね。うん、もちろん。だけど、答える側は何も見ちゃいけなくて、やらせなし。じゃあ誰から行く？とりあえず最初。俺は？俺が出題？じゃあね、どうしようかな。体調が誰かに質問するでしょ？あ、じゃあ俺が質問するから、何を誰にするかを決めて。じゃあね、天の声さんに、ドキ。チェッペリ行きますか？ドキ。うん。ダダダダダ偉そうに言って答えられないみたいな。じゃあ、とりあえず行きましょう。じゃあ、ウィキペディア。まあ、本当に初心者向けのところから行きます。俺もね、言ってもチェッペリはね、そのマニアックなところわかんないか知らないら、もんね、そんなにね。とか言って。ですね。いいですよ。なめてんのかって質問かいいら。ですよ、いいですよ。レッド・ゼッペリンの、メンバーとそのパートを述べよ。ジミー・ペイジ、ギター。はい。ロバート・プラント、ボーカル。はい。ジョン・ボーナム、ドラム。はい。ジョン・ポール・ジョーンズ、ベース、キーボード。はい。その通そりのでご通ざいます。り。キーボード言わせたら突っ込もうと思ったね。い忘や、れもなちいろん。ね。だから最後にあえてジョン・ポール・ ジョーンズそうを持ってきそうたんでそすう。よ。ワクワクしたんだけど。じゃあね、活動期間。活動期間、1968年結成、はい。80年解散。はい。解散のきっかけは？ジョン・ボーナムの死によって解散を発表しました。ジョン・ボーナムはいつのお亡くなりになりました？1980年の、ごめん、それ何月だっけな、5月かな。この命日を忘れる私な感じなんですけど、80年。80年に亡くなって、はい。その後数ヶ月で協議の結果、このバンドはジョン・ボーナムなしではやっていけないということになりましたので、解散しますって発表した。だけど命日忘れました。いつって書5いてあ月じゃない、る？6月、10月の、10月だっけ、あ、ごめん、解散発表したのが10月でしょ、違う？まずね、亡くなったのが、しっかりしてください。9月の24日に現れるはずだったのが現れなかった。何それ。それはジミー・ペイジの家にいて、みんなで集まっていて、でジョン・ボーナムが泥酔していて、途中でローディが見に行ったらまだ寝ていて、で次の朝になり、みんながこう集まっていろいろやってたところに現れなかったんでしょ、オールド・ミル・ハウスで。そう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 。
あ、それってジミー・ペイジのお家なの？お家なの。そこで、うん、そうだね。ベッドで死んでたのが、翌日の午後1時45分なんだって。あ、だから、9月25日。あ、9月だっけ、あれ。うん、で、解散発表したのいつ？じゃあね、その前に、はい、ジョン・ボーナムが埋葬されたのは、いつどこで？埋葬されたのはいつどこで？むずい。いつはね、うん、あ、いつはその、あ、ちょっとわかんない、ごめんなさい、いつわかんない。どこではね、私お墓も行ったんですけど。あ、そうなの？場所が教会、うん、教会のお庭にある。その場所って覚えてる？今名前を思い出そうと思ってるんですけど、ジョン・ボーナムの住んでたちっちゃい村のとこなんだけど、うん、バーミンガムとかの近くっていうか、もうちょっと田舎なんだけど、エリアがね、うん、ウのつくとこ、ウーリッジ、違う、あ、違う、ウィンチェスター、違う、ね、ウの次何、スウス、うん、ウスウス、うん、ここはね、イングランドのウェストミッドランズにあるカウンティーだった、うん、カウンティー、ウス、カウンティーの名前なのそれ。現在のヘレフォードシャーとヘレフォードウスターという州名で統合されていたが、1998年に分割された。ウスターじゃないか、ウスターシャーって書いてある。ウスターシャー、あ、ウスターなんだ。ウスターなの、ウスターっていうの、ね、の、村の名前とか書いてない。ソース、ラのつくとこ、ラディッチじゃなくてラディッチ、ラディ、ラディ、なんかそんな名前。ラッショックって知ってる？あ、ラッショック、ごめん、うん、そう、うん、そうです、そうです、に埋葬されたんだそうです、うん、あのね、そうそう、お墓にあのメガスティックとかね、シンバルとかがお供えしてあるんですよ。はい、じゃあ、はい、次、解散の声明はいつされたでしょう？それがだから、じゃあ9月に死んで、その年じゃないかな、80年、うん、12月とかじゃない、はい、にあの記者会見を開いて、そういうさっき言ったみたいにジョン・ボーナムなしではできないって結論。12月のね、4日だそうです。4日なんだ、うん、で割とすぐだった気がする、うんうん、はい、ではちょっと遡ってですね、レッド・ゼッペリンは、レッド・ゼッペリンと名乗る前に、はい、あるバンド名を、ね、はい、ニューイヤードバーズ。はい、その通りです。そのメンバーは、うん、そのメンバーは、うん、あの、今のレッド・ゼッペリン、今っていうかその後のレッド・ゼッペリンと全く同じメンバーなんですけど、うん、契約上で、ヤードバーズっていうのは、うん、いつまでにこう、あとどのぐらいやんなきゃいけないとか、いろいろ契約上の問題で、うん、レッド・ゼッペリンという名前を名乗らずに、うん、ニューヤードバーズっていう風に名乗った、ほうほうほう、もしくは名前がレッド・ゼッペリンっていうのは誰も知らないので、うん、ニューヤードバーズっていう名前にすればヤードバーズは意外と知られてたので、うん、スカンジナビアでとにかくやりましょう、うん、と言ってやったと聞いてます。なるほど。彼らの、はい、あ、でもちょっとこれはあまりに難しいな。何言ってみて。ニューヤードバーズとして告知が行われたコンサートで、はい、最初のコンサートは、あ、ごめん、レッド・ゼッペリンとしての最初のショーはいつでしょう？サリー州の、サリー大学のコンサートですよね、それ。合ってる。すげえな。それいつだっけな、68年、うん、それ。うん、ちょっと日にちまで覚えてないけど、クラフトも見に行ってんのかね。いや、それはサリー州なんで大学でやったから、あの割と密かにやった感じだと思うんですよ。12月？10月の25日なんだって。ああ、そっか、うん、はい、その当時のツアーマネージャーの名前を挙げよう。ツアーマネージャーなくてパーソナルマネージャーでしょ、ピーター・グラントでしょ。リチャード・コールって知ってる？あ、リチャード・コールは、ごめんなさい、リチャード・コールはツアーマネです。うん、違う名前が出てきた。専門的な。いや、ピーター・グラントのことを言いたいのかなと思ったけど、ーピーター・グラントがそのレッド・ゼッペリンのマネージャーで、出題者の意図を読んで、ジミー・ペイジと一緒にメンバーを集めた人だから。
ちなみにジェフベックのマネージャーもやってたんですけど、ジェフベックはかわいそうにツェッペリンが最優先になったので捨てられてしまったんですはい、ではですね、レッド・ツェッペリンのデビューアルバムをあげよう。レッド・ツェッペリン、うん、そっか、そうだよね。じゃあアメリカとイギリスでチャート1位に到達した最初のアルバムは？最初のアルバム、うん、アメリカとイギリス、うん、それは同じアルバムなんですか？同じアルバムです。1位になったのって意外に4だったりして。2なんですよ。え、2って1位になってんの？両方とも。で、ウィキによれば、すごい評判が、ファンはいっぱいついたんだけど、マスコミの評判すごい悪かったの。ちょっと待ってね。ロバート・プラントの前の候補になったボーカリストを言えと、そういうのないんだ。これには書いてないね。語ってあげるのに。何？え、テリー・リード。へー。なぜテリー・リードをがダメになったかっていう面白い話があるよ。何？いい？余談で。出題者の出題者を超える知識を。いや、ロバート・プラントの前にテリー・リードっていうね、人を、ボーカルにって言って、候補になったんですよ。ところテリー・リードのマネージャーっていうのがドン・アーデンっていう、うん、ブラック・サバスのオジー・オズボーンの、うん、奥さんのシャーロンっていうのがいるんだけど、うん、それサバスのというかオジーのマネージャーやってたんだけど、そのお父さんがドン・アーデンっていう悪名高き60年代の怖い人だった。そこにジミー・ペイジがドン・アーデンのマネージャーだったか、テリー・リードを、あなたのところのテリー・リードをうちのバンドに入れたい、その多分マネージメントから離れるってことでしょ。そしたらドン・アーデンが、まあ指がなくなったらギター弾けねえよなって言ったら、ジミー・ペイジが震え上がってひょって帰ってきて、もうテリー・リードはダメダメって怖い。そう、指がなかったらさぞ大変だろうなみたいに言ったんだよね。勘弁してください。それがなんかね、別の話ではジョン・ボーナムにも腕をへし折ったらドラム叩けないよなって言って、ジョン・ボーナムも逃げ帰ってきたとかね、そういう話もあるぐらいのすごい怖い人だったですけど。そうだ。じゃあ戻りますよ。はい、ツェッペリンが使用していたプライベートジェット、はい、ボーイング720は何と呼ばれてたでしょうか。うん、スターシップ。ピンポーン。じゃあね、これいつだろう。いつの話かな。ツェッペリンはホテルに宿泊すると大暴れすることで有名でしたが、はい、じゃあロサンゼルスのコンチネンタルハイアットハウスで、ジョン・ボーナムはどんな牢石を働いたでしょう。牢石を働いた、コンチネンタルハウスで、車で、テレビ投げたとかそういう話じゃなくて。それはね、東京ですね。あ、東京、でも他の国でもやってる。ああ、いや、そうなの、うん、なんかね、ここで書いてあるのはね、うん、ライオットハウスのフロアをバイクで走る。あれがそっか、ライオットハウスって呼ばれてたのね、そのホテルって。うん。それで、ロスに行ったミュージシャンがみんな泊まるようなところで。そうなんだ。うん、うーん、それでなんか、それで車でなんかぶっ飛ばして、捕まった警官にツェッペリンの次の日のチケットをひって見せて許してもらったとか、そういう話もあるし東京来た時はほら、なんか刀振り回して部屋の中めちゃくちゃにしたとか。その結果どうなった。ホテルはもう追い出されたっていうか、次の来日の時はプロモーターも変わったし、宿泊禁止になったんだってね。うん、あとはその海外でめちゃくちゃにして、うん、ホテルを、で朝チェックアウトの時にその賠償っていうか金額、何百万円とか請求されるじゃないですか。うん、でそれをそのピーター・グラントっていうのが支配人に、ホテルの支配人に小切手を渡したら、支配人が
実は僕も1回でいいからホテルをめちゃくちゃにしたかったんですよ。そしたらピーター・グラントが、僕らはもうめちゃくちゃにしてあるから今だったら君が行けばもっと何やっても許されるよってその支配人が走ってそのテッペリの部屋に行ってさらにめちゃくちゃにしたみたいな話とかいろいろありますね。そうでもライオットハウスはね、ロビーに確かいろんな有名ミュージシャンの写真がダーって飾ってあるような。うん、じゃあね、はい、これも日付言わせるのはちょっと酷だから、はい、あれだけど月まで。月まで。4枚目のアルバムはいつ、はあ、何年何月にリリースされたでしょう。4枚目は1971年の、日本だと10月25日なんだけど。え？そうなの？ここにはね、うん、11月8日って入ってるんだよな。あ、じゃあ、11月8日。うん、それは、でも日本がそれより早いことはないから、うん、もしかして10月25日は3枚目で、4枚目が11月25日かな。そんな。その25日っていうのがワーナーの、発売日だったんですよ。毎月25日に新譜が出る。では、その4。トリートとかしてた。ごめんね、ちょっとカットした。71年だよね。71年だって。で、72年の10月、じゃあ5枚目が10月25日とかって。じゃあ来日公演、初来日してすぐにアルバムがリリースされた、ね、そう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 。だから面白いのは世界で一番最初に4枚目を聴いた。いや、その前のほら日本に来る前もツアーしてるから。ああ、そうかそうか。それで面白いのは私もそうだけど、ステイアウェイトヘイブンをやったけど、なんじゃこの曲はって言って会場はシーンなわけよ。だ誰も発売名だからさ。で当時ってさ、他のバンドもそうなんだけど、イーグルスの72年か3年のライブがあるんだけど、ホテルカリフォルニアをやっても、なんじゃこの曲はって誰もシーンなの。発売前だからさ。だからホテルカリフォルニアなんでこんなも誰も騒いでないのって言ってよく考えると発売前なんだ。だから当時はあったんだよね、そういう。そうなんだ。そう、ステイウェイトヘブン初ラウンジでやったのに誰もなんかポカーンと見てた感じ。へえ。でもなんかいい曲だよねみたいな、まあそういうのはあってもさ、知らないからさその曲を。もう20分過ぎてるよ。そんなやってる？ほら。まあいいんじゃないの、うん、今までで20分ぐらいのやつもあったんで、うんうん、はい、続きを言います。4枚目のアルバムは別名何と言われても出した。フォーシンボルズ。フォーシンボルズ、はい、4つのシンボルしかない。バンド名もタイトルもレコード番号も何も書いてないレコードジャケットで。じゃあね、これはちょっと難しいかもよ、はい、4の中で、はい、ラジオ局の最もリクエストが多かった曲は何でしょう、うん、当時ってこと？それとも今までってこと？当時だね。当時、うん、まあ最も再生された曲今までにってこと？当時だね。当時、うん、その当時はラジオ局はアメリカのロックラジオ局とは。そうだね、あ、ロックラジオ局。4の中でそれは引っ掛け問題として捉えると、ステイアウェイトヘブンではない。だってそれ普通、ステイアウェイトヘブンじゃない？そう、そうだよね。あ、やっぱりそういうもん？それが、ロックの中のものさ。あえてそれを問題にするっていうのは意外に引っ掛け問題かなって。別にマニア向けに出してるわけじゃないからさ。じゃあ、ステイアウェイトヘブンがもう、いまだに、そのロック。ああ、まあちょっとね。ではね、うん、なんかね、ウィキによると、うん、そんなに売れたにもかかわらず、うん、シングルカットされてない。そうだよ、してないよ。してない、してない。あ、どれ？ステイウェイトヘブン。あ、ステイウェイトヘブン。あと、チェッペリンはとにかくシングル版を絶対出さないって言って、一番最初からそれはあったんだけど、チョンボして、ビングラビングメイド。そう、チョンボしてね、いろいろ出されちゃったり、ホールロットラブが縮小版で出ちゃったり、それを全部回収 しろって言って、駆け回ったけど回収しきれずに市場に出てしまったとか、
あるんだけど、本人たちはもう絶対に私たちはシングル版を出しませんって。でもリビングラインメイドってアルバム入ってないでしょ。入ってる、2枚目。あ、2枚目入ってたっけ、うん、あれダメだな。2021年まで、うん、ほぼ現在までにかけて、うん、この4は、うん、世界で何万枚売れてるでしょう。私そういう数字のことを言われると分かんないんですよ。何万枚どころじゃないでしょ、だって何千万枚とかいくかもしれないよね。そうそうそう、あのね、うん、3700万枚売れてる。すげえな。それってさ、ちなみにダークサイドオブザムーンとか比べてどうなの。分かんない、あっちの方が売れてると思うけどね。いや売れてる売れてる、うん、知ってる、え知ってる？何よ？ダークサイドオブザムーンいくら売れてるか。それ調べればわかるけどね、うん。カナダの人口の何分の4分の1とか、なんかそれぐらいすごい数だった。ずいぶん前に聞いたら。今3700万枚って言った？うん。ってことは東京の人口より多いじゃん。そうか。1400万ぐらいだったんじゃない？でもそれってさ、多分紙ジャケも入ってるだろうし。そうだね。うん。うん、さっきあのリキさんが言ってた、アルバムに入ってないシングルになった曲は移民の歌の B 面の Hey Hey What Can I Do っていうのが、アルバムに入っていなくてシングルの B 面に入っているんですが、その後ボックスセットにそれも入ってると。ああ、それボックスセット持ってたな、どこ行っちゃったんだろう。ボックスセットもうこれでも買ってるぐらい買ったけど、もうやめ、もうやめた。もういろいろ出てるもんね。そう、俺あの4枚組のやつかな。ああ、最初に出たやつですね。最初に出たやつだね。私結構買ったよ、いろいろ。はい、はい、ではね、当時の記録なんですけれども、1973年の北米ツアー、うん、フロリダのタンパスタジアムで、はい、はい、記録作ったやつね。もう集客ダメだよ、そんなこと言っちゃう。失礼な。じゃあさ、わかった。それまでのトップはどこ、誰だった。すごいドヤ顔して。それまでのタンパの、タンパのね、うん、あ、じゃなくて、うん、あのアーティストの観客動員、動員数の1位は誰だったでしょう。筒香、はい、どうぞ。セッペリンの前、それこそビートルズ、ベースターズ、ビートルズのシェアスタジアムとか。そうなんですよ、ね、65年に建てた、記録したシェアスタジアムの記録を、うん、シェアスタジアム、そうそうそう、はいはい。 でもその当時って、要するにそのスタジアムでコンサートをやるなんてことはほとんどまだない時代、そういう発想がなかったもんな、うん、だからアリーナっていうのがものすごいもう最大のあれで、まあクラブからホールで、アリーナでやるっていうのはもう本当にすごいって言って、なかなかイギリスにはアリーナの会場もないし、あとそれこそ PA がないからっていうので、いろいろとてもスタジアムでなんていうのはね、考えられないことだったんですけど、このツアーなのか、この北越ツアーの中で映画が撮影されました。はい。そのタイトルを述べよう。あの永遠の歌じゃなくて、あれね、Song Remains the Same。ピンポン。この公演はどこ？情熱のライブか。はいはい、はい、この公演はどこで行われたでしょう？マジソンスクエアガーデン。ピンポン。それが1日じゃなくて2日間。3日間って書いてあるの？わかんないけど。うん。それでフィルムが足りなくて、そのつなぎがうまくいかなくて。なんか着てる洋服が違うとか、なんかいろ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 あったんですよ、ね、その結果としていつまで公開が延期されたでしょう。公開が延期された、それ公開されたのって1977年だと思うんだけど、少なくとも日本では77年の秋、夏かなんかにやったから、ここではね、書き方として、うん、映画の公開は1976年まで延期されたって書いてある、ね、あ、じゃあ日本で公開がそのもうちょっと遅れたから、うん、77の夏に公開になった。そうなんだ、1977、76年のじゃあ暮れなのかな、アメリカは。ああ、素晴らしい。
レッド・ゼッペリン狂熱のライブとそのサウンドトラックアルバムは76年に完成され、うん、映画は76年10月20日にニューヨークでプレミア公開、うん、日本ではいつ？日本は77 7か。なんかあんまり評判良くなかったらしいよ。良くない、うん、良くないっていうか、でも初めて動くゼッペリンっていうのをその時見た人がたくさんいるから、うん、来日公演を見てない場合はね、うんうん、だから映画館に一日今みたいに入れ替え制じゃないので朝から晩までいて、うん、写真撮ったりテープ撮ったりした人もいるし、ビデオになってる？ビデオになってる、持ってるな。それでなんかそれぞれのコーナーがあって、それはもう笑っちゃう感じなんだけど、メンバー一人一人のこうコーナーがあって、で例えばロバート・プラントが中世の騎士のようになって悪いやつをなんかこう戦ってお姫様を助けるとか、ジェミー・ペイジがなんかネスコみたいなところにこう佇んで振り向くと目がピッて光るとか、もうねなんかね余計なこうあれ演出多かったね。そう、うん、なんか見づらい、見づらいっていうか、ね、ライブならライブで、そうそう、なんかね、それでなんか、ね、タクシーなんか乗ってるシーンとかなかったっけ？なかったか。タクシーはないけど、なんかね、見ててなんか、ジョン・ポール・ジョーンズがみんなで家族でいると手紙が届いてみると、明日からツアーだとか、明日からツアーみたいな、これ今家族でいてリハとかないのみたいな、ツッコミどころが満載なんだけど、とにかくそのニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンのあれを一気に撮れなかったっていう、そのミスでいろいろそういう構成を考えたとか、そう、まあ、そういう裏話が、ライブだけが見たいのに、なんかそういうの入ったからなんか面倒くさかったみたいな記憶すらなかったわ、ね、ジョン・ボーナムも農場であれを車ぶっ飛ばしてるとか、うん、はい、戻りますよ、はい、じゃあね、4を録音した場所を述べよう。4いろいろあるけど、ヘッドリー・グランジュが主に、うんうん、ヘッドリー・グランジュって屋敷があるんですけど、うん、そこがまあ主にメインのとこだと思います。はい、解散が80年で、再結成を2度やってますが、うん、場所とそのコンサートの名目、および年月日を述べよう。すごいな。再結成は1回目はアトランティックレコードの何十周年か記念、40周年記念か、それでそのまあいろんなバンドが出た中で出演したんですけど、うん、あれは1990年とかそのぐらい、うん、1990年とか89年とか、あのね、88年だって、 88年の5月14日。ああ、そうなんだ、うん、88年か。あれもう一つは2009年、あれアトランティックのあのアーメット・アーディガン追悼コンサートでオーツアリーナでやったロンドンの、あれは今何年つった、2008年かな、9年かな、12月9日、あ、わかんない、なんかその辺ちょっとね、全部かすってる。2007年の12月10日だそうです。2007年、まあそこまで覚えてれる、本当は11月25日かな、11月にやる予定がジュミー・ページが指怪我して12月に伸びたっていうね、それは。それでその例えばライブエイドなんかにも出てるんですよ、一応ジュミー・ページとかロバート、あの人たち、ああそうなの、フィル・コリンズがドラムで、はいはいはい、とかね、だから再結成っていうちゃんと何名乗ってるっていうか、それがいつかなって今思いながら答えてたんで、あ、でもそのそれでは4人は一緒に一つのバンドとしてはどっちにしろジョン・ボナムいないから、ああそっか、その3人が集まったのは、うん、そういうのがあるけど、でもアトランティックのその40周年、うん、で最初にあれは4人ちゃんと揃った、いやいや、だからジョン・ボーナム、ああそこそこ、誰がドラマだった、アトランティックの時は誰だっけ、ジェイソン、やっぱりジェイソンだ、ジェイソンはまだちっちゃいか、ジャック・スターキーはやってないか、ザック・スターキー、ザック・ザック・スターキーも若いから、そっか、それ書いてない、見てる、
アトランティックのチェスター・トンプソンじゃなくてネブアス。ネブアスはほら最後のまだジョン・ボーナムが生きてる時のね、うん、だから、うん、ジョン・ボーナムが生きてる時のね、うん、公演だけど、そのアトランティック40周年記念はジェイソンだよ。ジェイソン、あの時ジェイソンも叩いてたんだって。叩いてた叩いてた、うん、相当若いよね。大津アリーナでしょ。違う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 、その前のだから大津アリーナは、うん、あの一応アトランティックっていうかアトランティックの社長だったアーメット・アーディガンの追悼コンサート、うん、それではジェイソンが叩いてた、うん、そうそうそう。でもその前の88年のネブアスね。ええ、ああだからあのアトランティック40周年記念、うん、うん、それのドラム、あれ80年っつった？ 88年。でそれは ネブアスはだからゼッペリンの最後の、ねえねえねえ、はい、ジェイソンだって88年も本当、うん、じゃあすごい若い頃にもうジェイソンかやってた。そういえばジェイソンだったかもね。でそれはあれでしょ、マジソンでしょ、マジソンスクエアガーデンでしょ。そうなんだ、マジソンなんだ。うん、だってさ、あ、マジソンって書いてある。でしょ？うん。お願いしますよ、出題者。すいません。はい。だってそうです、ね。よもやまっと。もうね、ゼッペリンはエピソードが多いので、こんくらいにしておきましょうか。はい、最後の出題、はい。はい。天の声さんが思う、初心者向けのアルバムはどれにしますか？質問系。初心者向けの、あー、やっぱり4じゃない？じゃあ。4ね。4。うん、まずその、すごい有名な曲が入ってる。うん、Stay Away to Heaven とか、うん、まあ、ロックンロール、ブラックドッグ、うん。それだけでも、とりあえず、ゼッペリンってこういうバンドだよっていうので、うん、ヒット曲っていうか、うん、誰もが知ってるような曲も入ってるし、うんうんうん、あとやっぱ完成されてると思うのね、すごく。うんうん、読んで一回すごい完成されて、うん、まあ、話すと長くなって5からまた始まるんだけど、うん、個人的には1枚目が一番好きなんですけど、うん、でもやっぱり4かなって感じです。はい、ありがとうございました、はい、おさまさまでした。じゃあ次誰行こうかね。